皆さんこんにちは、あさひです。今日はですね、こちらスターバックスの福袋を開封していきたいと思います。いやー、私スタバの福袋初めてなんですよ。もうこの3年ぐらいですかね、毎年抽選の方はしていたんですけれども、やっと手元に届きました。今回の福袋が送料込み7500円の福袋になっております。ということで超楽しみ、早速中開けていきたいと思います。いや、スタバのね、福袋といえばちょっとずつ中身が違うんじゃないかなって思ってます。わかんない、私もね、自分で手元に届いたことがないからわかんないけど、人の開封動画とか見てると毎年そんな感じなんかなって思ってるんで、さあどんな感じでしょうか。お、もうすでにね、もう開けたところから見えてるものがあるんですけども、まずはですね、じゃじゃん、こちらミニトートバッグですね。スターバックスのロゴが入っていて、こっちは何もない。まあ結構シンプルな。あ、でもちゃんとここにポケットがね、中ポケットがついている小さいサイズのトートバッグと大きいサイズのトートバッグ。なんかこの親子っぽいサイズ感のトートバッグが2つ入っております。いや、これもこんな感じで中ポケットがついているようなね、このなんかトートバッグも毎年なんか若干デザインが違ったりするようなね、イメージがあるんですけれども、このぐらいのサイズ感、これはなんかお弁当とかね、そういうちょっとそこまでみたいな感じのお財布とかそういう感じ。これだったら、うん、なんだろうな、やっぱちょっと多めの荷物があるときにサブバッグ的な感じでちょっと大きめで持ったりとかも、まあなんかできなくないかなっていう感じで思います。まあ、生地的にはなんかしっかりしてそうな気がするね。そしてこの中にですね、この中にゴロゴロと音が聞こえるようなものが入ってますけども、わ、楽しみだな。どんな感じでしょう。あ、まずはこの紙系からいきましょう。こちら、いやー、やっ手に入れたわ。これスタバの福袋には欠かせないドリンクチケットですね。6枚入りになっております。柄が全部違うんだね、めっちゃ可愛い。店内飲食だと671円、トゥーゴーだと658円ですね。700円弱のドリンク交換チケットっていうことで、結構だよね。もういくつもカスタマイズ自分でしなければこの金額にならないんじゃないかっていうぐらい、ドリンクチケットだけでも4000円弱ぐらいの金券に変わるものなので、これはもうめちゃめちゃお得ですよね。いやー、嬉しい。ちょっとこれはお財布にね、仕込ませたいと思います。そしてもう一つね、紙が入ってたんですけども、あ、なるほどね、こういうシステムなんだ。ちょっと私スタバ買うんで初めてなんで分かんなかったんですけども、このコーヒー豆の引き換えカードっていうのが入ってるんですよ。今まで他のタリーズとか、ドトールとかね、の福袋は去年も買ったことあるんですけども、大体福袋にはこのね、おっきいコーヒー豆がドサドサドサって 2,3 個入ってたりとかするんですけども、スタバの場合はこういうことなんですね。選べるんだって。え、これめっちゃ嬉しい。こんな種類から選べんの、すっごいいろんな種類があって、ミディアムローストのものだったり、ダークロースト、もっと深みがあるものだったり、あとはブレンドローストだったりね。いやー、これは楽しみですね。すごい、こんな風になってるんだ。これだけでも結構な金額すると思うので、めちゃめちゃやっぱお得ですね、スターバックスの福袋。そしてここにはもうなんかいろんなものがドサッと入ってるんで、うわ、どんな感じでしょう。あ、これなんかコップっぽい感じがする。まず1つ目、こちら、あ、なんかかわいい、すごい、こういったカップが入ってます。でしかもちゃんとこのステンレスっていうの、おお、こういう感じの保温してくれるようなカップになっていて、あ、ホリデー2020シリコンパッドステンレスカップチャームスノーっていうやつです。2020だから2年前か、2年前のこの限定のものが入っておりました。よーく見るとこういう感じで、ツリーのオーナメントがこう書いてあるような感じになっていて、でスタバのロゴもあって、でこの上のところがね、このシリコンになってるんですよ。シリコンで、あ、穴も開いてるから空気孔もありますね。
で、ここの部分にかわいいこの雪のマークのチャームがついてます。まあね、ちょっと穴も開いてるんで垂れたりするのはね、こう気になるんで、カバンとかにはちょっとねあんまり入れないかもしれないんですけども、まあ、お家の中でちょっとお茶飲んだりとかする時にも温かさがキープできるし、あと近くのコンビニだったりとか、それこそスターバックスとかにね寄って入れてもらうにも355リットルらしいんですよ。トールサイズも多分このぐらいのリッター数だったと思うんで、サクッと飲み物入れてもらうにはちょうどいいサイズですね。しかも洗いやすそう。これめっちゃいい。いいじゃん。ね。なんかこの柄もさりげなくって、すごいいい感じですね。これこそなんかボトルな気がします。こちら。マイタンブラーで新年を始めようだって。こちらにこんな風に書いてあります。あ、ステンレス製携帯用ボトル。だって真空断熱二重構造ってことだから、あの温かさめっちゃキープしてくれるやつだと思う。どんなんだろう。これめっちゃ可愛い気がする。じゃん。あ、なんか派手。私ちょっと無地かと思ってた。わ、すごい。すごい派手だけど、でも可愛い。すごい柄がなんかでも抽象的な感じというか。あ、可愛いじゃん。なんかいろんな柄が入っていて。てかこのサイズ感めっちゃ良くないですか。サイズは355だから一緒だ。これとこれ一緒のサイズ感ですね。トールサイズのサイズ感ぐらいだと思います。しかもこれあれなんだ、スターバックス福袋2022って書いてあるから、余り物ではないやつっていうことだと思います。あ、しかもめっちゃいい。これね、超シンプル。ほら、あ、蓋のところもいいじゃん。ちゃんとパッキンみたいなのがついてて、いや私さ、こういうの持ってるんですけども、結構大きいもの 500ml か超ちっちゃい 200ml ぐらいのものしか持ってなくって、このサイズですよ、ベストなサイズ。これは持ち運びますね。しかもなんか見てたらすごい可愛く見えてきた。しかもさ、今気づいちゃったんだけど、このドリンクチケットここにいるやん。ここに書いてあるやん。これヒントもともと隠されてたやん。なるほど。今さ、この中に入っていた紙にちゃんと説明書きがあって、コネクションをテーマに、新しい年に家族や大切な人とつながりを通じて心温まる時間が過ごせたらいいっていう意味を込めての、このなんか赤い糸だったりとか、こういういろんなもののコネクション、つながりっていうのを大切にしているテーマで作られているボトルなんだって。めっちゃいいじゃん。ちょっと涙出そうになってきちゃったわ。なんか変なスイッチ入ってきちゃった。すごいいいです。マイタンブラーとかマイカップ持っていくと、あの20円ぐらいかな、お安くさせてもらったりとかできるんで、そういう感じで、あのプラスチックゴミとかゴミを出さずに、でしかもお値引きもできて、私たちにもね嬉しいっていうのはね、どんどん広がっていくといいですよね。そして、あ、粉入ってる。あ、これちゃんと入ってるんだ。あ、てっきり私さ、このカードになんか変わったのかと思ってたんですけども、なるほどね。これはこれで好きなもの頼めるし、これはこれでもうすぐにでも、え、嬉しい、コーヒー入れれますよっていうことになってます。しかもこのパイクプレイスのローストですね、スタバの中ではかなり有名なね、シリーズかと思うんですけども、シアトルにあるパイクプレイスマーケットっていうところにあるスターバックスが第1号店なんですよね。そう、実際にそこにも私行ったことあって、これをねコーヒー飲んだこともあるんですけども、ココアや、いったナッツのようなほのかな香ばしさにバランスの取れた滑らかな口当たりが特徴らしいです。あの普通のスタバにも、ね、よく売ってたりするんで、ぜひ見てみてください。はい、いやー、これはもうすごいね、すごい感じになってます。あともう一個箱が入ってました。何これ、 You are here collection オーナメント。オーナメントだって。オーナメント、かわいい。この箱開けます。オープン。へ、すごいマグカップオーナメントだ。こういうことなんですか。結構ちゃんとこの陶器ですよ、重量のあるオーナメントが入ってました。ちょっと季節外れにもうなってしまったけれども、ツリーとかに飾るやつ、なんかパッと見お正月っぽい感じのイラストなのかなと思ったけど、よーく見るとこの鯉のぼりがあったりとか、桜が咲いていたりとか、富士山があったりとか、もう本当に
ジャパーンっていう感じのものになってるんで、いやこれをなんかどう使えばいいかちょっと悩んでますけれども、めちゃめちゃ可愛いです。ということで残りは、あ結構もう残りわずかになってきましたけども、あなんか大きいのがあります。じゃーん、こちらミニブランケット2枚セットっていうのが入ってますね。すごい、並べると絵柄がつながるデザインだって。あかわいい、片方がこういう感じになっていて、もう片方がこういう感じになってるので、一緒に並べるとこのマグがハートになってんだ、ハートでさらにこのつながるみたいな感じの、かわいいんだけど、このサイズのブランケットどう使おう。我が家だともしかしたらお風呂場の足拭きになる可能性がまあまあまあ、でも可愛いですね。これも多分あの2022ってちゃんと書いてあるから、今回の本当に特別版みたいな感じなんじゃないですかね。子供サイズな感じがするから、なんかこうベビーカーの子供にね、赤ちゃんにこうかけたりするようなサイズにはなんかすごく良さそうな気がします。最後はじゃじゃん、こちら、え何これ、コーヒージャーニーギフトバッグ&クリップっていうのが入ってました。どういうこと、あクリップ、本当にクリップだ、こんな感じのクリップですね。ちゃんとこう挟めるクリップが入っていて、もう一つ入ってたやつがギフトバッグギフトバッグが入ってましたね。こういう、なるほど、ギフトのバッグどう使おう。はい、こんな感じで、まさにこのタンブラーだったりとかさ、コーヒー豆とかを入れてプレゼントできるバッグバッグが入ってました。どうしよう、これちょっと私は旅行の時の下着入れとかに私の場合だとなりそうですけど、可愛いけどもちょっと面白いっていうのが、まあ残ったんだなみたいな感じのものが入ってました。そう、あそう、東京ロースタリーってそうなんですよ。こういう中目黒にあるちょっと高級スタバみたいなのがね、ファーストアニバーサリー、いやでも1年前じゃないから、あれあそこどのぐらい経ったっけ。そうだよね、2019年にオープンしたやつなので3年前ぐらいの余り物が入ってました。以上ですね、以上です、以上が今回のスターバックスの福袋の中身でした。どうです、ちょっとでもこれもそうだし、このカップもまあ普通に超使えるなっていう感じがする。この大きすぎず小さすぎないサイズっていうのがめちゃめちゃなんか自分の生活には合いそうな感じがするんで、すっごいこの季節外れな柄っていうわけでも、まあ季節外れちゃ外れだけどでもあるので、これはまあ使えますね、超使う、ファーストスタバ福袋にしてはいい方なんじゃないですか。ということで今日は、スタバの福袋の開封していきました。やっぱりねスタバはこういった雑貨系がねたっぷりとあるなっていう感じはありながらも、超使えるチケットだったりとかもね入ってたりするので、まあ7000円ってねコーヒーの福袋にしてはちょっとする方かなとはね自分の印象ではあるんですけれども、また今年もきっと抽選になるんじゃないかなっていうふうに思いますので、気になった方はねぜひトライしてみてください。ということで最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。